僕だってパイロットだ。星の屑作戦に栄光あれ。行くぞ。そこか。我々の意地見よ。リピたっぷり可愛がってやるぜ。少佐、これからは楽をさせてあげるよ。ガンダムでもしっかり磨いておくんだね。いけ。さあさあ慌てておくれ。私は気が短いんだ。すぐ楽にしてあげるからね。しぶといね。なんだこんなやつに。何？ウラキ。間に合え。けど今日のところは見逃してあげるよ。タイ、諦めないで。あんまり情けない声を出すな。いけんじゃねえか。くそ、大丈夫だ。少し弾を食らったが。何、俺ももうロートルか。こいつにいつまで乗れることやら。これはタイ。所詮は連邦という看板がなければ何もできん奴らめ。言ったな。なぜ無動機を盗んだ。貴様などに話す舌を持たん、戦う意味さえ返せぬ男に。それでも僕は連邦の士官だ。それは一人前の男のセリフだ。こいつ、二度ならず三度まで私を敵に回すんだ。君はまだ未熟。くそ。貴様らのような分別のない者どもに我々の理想を邪魔されてたまるか。我々はスペースノイドの真の解放をつかみ取るのだ。星のクズ成就のために。ゴウラキ少尉、聞こえますか。ニナ・パープルトンです。自信を持って少尉、1号機をお願いします。そして2号機を取り戻してください。はい、わかりました。約束します。大丈夫、まだ勝敗が決まったわけじゃない。俺はこいつをものにするんだ。少子、このアナベル・ガトーは3年待ったのだ。会合ポイントです。まさか罠で。お茶の用意。え、待っていたのか。私はダージリンだよな。え、阻止限界点を超えた。くそー、聞こえているだろう、ガトー。満足だろうな。でもそいつは2号機を奪われた俺たちにとって屈辱なんだ。怨恨のみで戦いを支える者に私は倒せん。私は義によって立っているからな。くっ、部屋作りしよう。待ちに待った時が来たのだ。多くの英霊が無駄死にでなかったことの証のために。ソロモンよ、私は帰ってきた。人参いらないよ。